皆さんこんにちは、リキューです。今回はテレビのお話なんですけれども、先日動画で AV1 という企画についてお話ししたと思うんですけれども、ちょうど2021年というのは2011年に完全移行した地デジの放送からちょうど10周年となります。そしてテレビの買い替えサイクルっていうのがだいたい10年弱なんですよね。ですのでちょうどこの2021年モデルでテレビを買い替えようと思ってる方結構いらっしゃるのではないかなと思いまして、あとプレイステーション5も発売されていますので、それもあって 4K のテレビに買い替えようかなって考えてる方も多いのかなって思います。というわけで今回は前回の AV1 以外にもいろいろと買い替えの基準となるものがありますので、それをキーワードとしてまとめてご紹介したいと思います。でそのキーワード選びの基準として今回チップセットってものを改めてご紹介したいと思います。こちらのタイトルにあります通り、最新のチップセットから知る2021年のテレビ選びのキーワードということで動画でご紹介したいと思います。まずですね、チップセットっていうものがあるんですけれども、パソコンとかでもあります。テレビにもチップセットってものがありまして、でテレビの場合チップセットっていうのは CPU プラス周辺機器をコントロールする機能、それがまとまってチップセットっていう名前になってます。でそのチップセットにはいろいろな機能が含まれています。例えば HDMI の通信を司る部分、それからオーディオ信号のデコードといったいろいろな機能が含まれているんですけれども、もちろんですねチップセット何種類もありまして、そのどれを選ぶかによって機能が変わります。でそのチップセットを採用したメーカーは当然その機能を使えるわけです。でそれについては独自の開発が不要なんですよね。もちろん自分たちの OS ソフトウェア作らないといけない部分はありますけれども、その機能の大部分はチップセットメーカーが開発済みですので、それを呼び出すだけで比較的簡単に使うことができるというのがチップセットを使うメリットです。つまりチップセットに搭載されている機能というのはテレビ業界の標準的な機能になる可能性があるということです。でここでチップセットメーカーとして一社代表的なメーカーをご紹介します。それが前回の動画でもご紹介しましたメディアテックという会社です。でこの会社は97年台湾で創業したファブレスなチップセットメーカーです。で売上高は 1.2 兆円もありまして、時価総額も5兆円を超えています。日本の株式市場で言って時価総額5兆円というとだいたいホンダと同じぐらいですね。ですので結構巨大なメーカーというのがお分かりいただけるかと思います。でこのメーカーはテレビ以外にもスマートフォンとかタブレットのチップセットも作っています。でテレビ向けのチップセットでいうと世界シェア1位で、現在 70% のシェアを持っています。でこのメディアテック、ソニーのブラビアも採用しています。でそれ以外にどんなメーカーが採用しているのかということなんですけれども、それがこちらです。ご覧のように世界のテレビメーカー、有名なところはほとんどこの会社のチップセットを採用しています。ハイセンス、モトローラ、オッポ、パナソニック、フィリップス、シャープ、サムスン、スカイワース、ソニー、TCL、東芝、シャオミということで、日本のメーカーでもソニー、パナソニック、東芝、シャープが採用しています。でこれはもちろんそのメーカーのすべてのテレビがこのチップセットを採用しているというわけではありません。当然メーカーによっては機能とかコストに合わせて適切なチップセットを選びますので、今回挙げているのはメディアテックのチップセットを採用したことがあるメーカーとなっています。でそのメディアテックの最新のチップセットがつい先日発表されたんですけれども、それがこちらなんですね。でこんな感じでプレスリリースが出たんですけれども、結構ですね長い文章ですので、こちらでまとめてご紹介したいと思います。でまずですね、今回発表されたのが MT9638 という製品なんですけれども、今月ですね3月3日に発表された最新の製品です。プレミアム 4K テレビ向けの SOC で、プレミアムテレビっていうのはハイエンドラインですね。ウルトラハイエンドよりもちょっと下のハイエンドのライン向けの SOC となってます。ブラビアで言うとだいたい X の9000シリーズぐらいを思い浮かべていただければいいのかなと思います。で今回の新製品は CPU、GPU 統合のプロセッサー SOC ですけれども、 ARM の最新のコアですね、 A55 っていうのを使っています。ただですね、この CPU は ARM の場合 A の7シリーズっていうのもありまして、それが最上位になりますので、それよりも若干下のコアを使っています。で A53 っていうのがちょっと前にあったんですけれども、それのバージョンアップ版が A55 ですね。なので7シリーズまではいかないけれども、一応結構ハイスペックなコアになってます。で対応デコードとしては H26 はもちろん 265VP9AV1 に対応しています。つまりこの最新のプロセッサー AV1 対応してますので、今後いろいろなメーカーで AV1 への対応が進むのではないかなと思います。
続いてハイダイナミックレンジですが、ご覧のように非常にたくさんのフォーマットをサポートしています。ですので今後のテレビというのは HDR10 はもちろんのこと、もう一個何かをサポートしてるっていうのが基準になってくるかなって思います。でそれはどれを選択するかはメーカーによって変わってきます。例えばサムスンさんであればこの10プラスよく採用します。ソニーさんであればドルビービジョン追加するっていうのが多いので、そんな感じでメーカーによってサポートするフォーマットは変わってきます。続いて音声はドルビーアトモスと DTS 両方サポートしているんですけれども、最近のテレビの傾向としてはドルビーアトモスの対応っていうのが増えてますので、最低限ドルビーアトモスはサポートしてるっていうのが基準になってくるかなって思います。そしてインターフェース、今回の最新チップセットは当然のように HDMI 2.1 に対応しています。つまり今後のテレビというのは HDMI 2.1 があるかないかで結構分かれてくるのかなって思います。そしてこのチップセット VRR にも対応しています。ですので今後いろいろなテレビでゲームモードへの対応が増えてくるのではないのかなと思います。そしてもう一つ、今回のチップセットの特徴として Wi-Fi 6への対応があります。これによって無線接続の安定性の向上が期待できます。そして今回のチップセットの売りの一つなんですけれども、 AI を使ったフレーム補完、それから超解像、これをサポートしています。これによって全てのソースが 4K60p としてディスプレイに表示されるようになるというのが売りの一つになっています。テレビはいろいろな信号を受けると思うんですけれども、ゲーム機ですとか DVD プレイヤーとか、もしくは普通のネットの動画、いろいろなフォーマットのソースがあります。それをこのチップセットを使えば全て 4K にアップスケールした上で 60p にフレーム保管されて表示することができるようになります。そして音声アシスタント、今はどのテレビでも結構搭載されていると思いますけれども、これも標準でサポートしています。ですので今後テレビ番組の検索ですとか、あとは Netflix のような大量なコンテンツを持ってるサービス、そういったものの検索の際もテレビのリモコンを使って一個一個こう文字を入力して検索するようなことが少なくなってくるのではないのかなって思います。でもう一個目玉機能がローカルディミングが2304ゾーンを最大でサポートしています。ですのでこのチップセット、ミニ LED のようなローカルディミングのゾーン数が非常に多いようなテレビもサポートしていくのではないのかなって思います。今後プレミアム、ハイエンドのラインというのはこういったローカルディミングのゾーン数が増えていく傾向が強くなると思います。でこの製品2021年4月以降の最終製品の出荷を予定しています。実際にテレビとして形になったものが出荷されるのは4月以降を予定しているということでした。というわけで今までご紹介した最新チップセットの機能から2021年のテレビ選びのキーワードをまとめてみます。まず一つ目が HDMI 2.1 です。プラス VRR、 この2つが結構ポイントになってくると思います。そして前回もご紹介した AV1、 それからハイダイナミックレンジで HDR10 プラスアルファ、アルファの部分は例えばドルビービジョン、それから HDR10 プラス、そういったものが入ってくると思います。音声はドルビーアトモス、それから新しいブラビアの売りにもなっている AI の機能ですね。 AI を使った超解像とか画質音質を向上するような技術、その辺が各社の差別化の要因になってくる可能性はあります。そしてローカルディミング、これがハイエンドの液晶テレビの売りになってくる可能性はあります。そして Wi-Fi 6、最近のテレビはもうスマートテレビということでインターネットへの接続は必須となっていると思います。もちろん有線が一番いいっていうのは変わらないと思うんですけれども、どうしても無線 LAN を使った接続にならざるを得ない場合もあると思います。そういった時に最新の Wi-Fi 6使うことで、これはですねどっちかというとビットレートというよりは安定性の向上がより効果的なのかなって思います。最後が音声による操作、これもメーカーによっては当たり前になってきたりしていますし、 Google TV、 Android TV も標準でサポートしています。その辺の機能が今後当たり前になっていく可能性があります。この9機能がテレビ選びの新しい基準、キーワードになってくると思います。で、例えば現在発売されているテレビですとか、これから発売される予定のテレビでどのぐらい満たしているのかを確認してみたいと思います。こんな感じで9つのチェックリストが作成されて、製品によってどのぐらい満たしているかをまとめていくことでテレビ選びの参考にできます。で、1つ目がもうすぐ発売される予定のソニーのブラビア液晶テレビの最上位モデルである X95J です。チェックリストはこんな感じになります。満たしていないのは Wi-Fi の部分だけ。X95J は Wi-Fi 5
と仕様に書いてありますので、残念ながらこの部分だけ満たしていないんですけれども、それ以外は結構ですねパーフェクトに近い仕様になってます。続いてパナソニックの現行の最上位モデル、液晶テレビの最上位モデルです。こんな感じで、こちらは去年のモデルになりますので、残念ながら HDMI 2.1 VRR AV1 のサポートはありません。で、ローカルディミングについても一応ですね部分的な調光は可能になっているんですけれども、最近のビエラはブラビアと違ってバックライトがエッジ型なんですよね。なのでフルアレイのローカルディミングではなくて、こう帯状のローカルディミングになってますので三角としておきました。で、無線 LAN についてもソニーと同様で×ということで、2020年モデルの多くはこんな感じになる可能性が高いです。というわけで、こんな感じで自分が買いたい製品があった時に、それについて仕様を確認してどのぐらい満たしているか、で自分が重視するのはどの項目なのかによってウェイトをつけてスコアにしていくような感じでテレビ選びしてみてもいいのではないのかなって思います。というわけで、今回は最新のチップセットから知る2021年のテレビ選びのキーワードということで、新しくテレビを買う際にどんなポイントで評価すればいいのかというのをまとめてみました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。